こんにちは、ビューです。バズダのお時間です。はい、今日も課金サーバーか、芝居丸やっていきたいと思います。今日お誕生日の方、おめでとうございます。はい。今日はね、完全趣味パーですね。毎月恒例のね、はい。クエスト11に、はい。マキマさん使ってみた&、ただのね、ちょっとマキマさん使ってみたじゃ思んないんで、はい。ちょっと多分全員も美女キャラで、染めてみました。はい。というか、まあ。僕が結構好みのタイプはどんなんだとか東堂に聞かれてるわけじゃないんですけど、はい、そのね、できるだけ好みの感じで選ばせていただきました。それではパーティーご紹介します。はい、12月のクエストレベル11に今回はね使ってみたなんですけど、はい、ちょっとその関係でちょっとねインデックスだけで僕あんまりロリの趣味はないんで、はい、その他は結構タイプですね。はい、ヒロイン感じですね。はい、ではご紹介しましょう。はい。リーダーのマキマさんですね。リーダーのマキマさんに3色攻撃強化。リーダー全体性。ドラゴンキラー。で、恥ずかしくてダメ使ってます。で、リーダースキルが4色以上同時攻撃でダメージを 77% 軽減。で、攻撃強化28倍。ドロップを消すために攻撃強化 1.1 倍。固定50万ダメージとなっております。はい。で、アンズですね。僕が大好きな遊戯王からはアンズに出演させていただきました。していただきました。か。はい。で、直角性雲耐性。で、お邪魔目覚め耐性に、スキルチェーン2つ。で、こちらもアシスト、もちろん遊戯王ですよ。はい。海馬武器ですね。ブルーアイズ、アルティメットバースト。アルティメットドラゴンのカードです。はい。で、こちら、ユーナですね。ユーナは FF10 で、やっぱ僕は、リュックも好きなんですけどね。ごめんなさい。全然わかんないから、人からしたらわかんないですけど、まあ、ユーナに、はい、出演していただきました。直角性が全パラ強化。スキルチェーン4つにドラゴンキラー1つ。で、10連ガチャパワーつけております。で、こちらが一応超高度ということでね、自動回復で、ちょっとインデックスだけではね、ちょっと僕ちょっと、シュッとじゃないんですけど、お姉さん系がタイプなんですけど、はい。インデックスに直角性、完全毒耐性にスキルチェーン4つ。で、HP 最上のやつを2つに、コンクエストレコード、アレキサンダー大王の武器つけております。こちらが、もちろんパズドラからもね、出演させていただこうということで、はい、試練進化の宛名に、はい、登場していただきました。今回ゲストは試練進化の宛名でございます。パズドラ界隈からは、悪魔キラーに消せない解除。で、いきなりね、この、助演解放できるように、アーマー小積み武器つけております。はい。で、こちらがもう、僕の大好きな、はい、作品からは、FF13 からは、ライトニングさんに出演させていただき、していただきました。はい。中学生が全パラ強化、ドラゴンキラーに助演解放。で、オールドロップ、エンダーリアーですね。はい。で、バチャ HP プラスです。はい、それでは、多分一発でクリアできると思うんですけど、はい。一応この美女編成でいきたいと思うので、最高！よしよしよし。はい。カエデ？テープは大丈夫。一応全パラ、全体制オンなんですよね。はいはい。じゃあお腹すいた使って。アルティメットバーストも使っとくか。あ、これ逆やったな、順番。逆だったかもしれねえが出ましたね。はい。で、まあ、アテーナも一応、いや、4? いや、使っとくか。勝負をしましょう。よし、OK。はいはい。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。いや、このね、なんか美女にもこだわりたいですよね。僕結構ね、イケメンパーティーとか作りたいんですけど、はい。今回はね、マキマさんの登場ということで、はい。光属性ね、ライトニングさんいたということで、はい。結構光属性はね、僕、あと水当てが好きかな、僕、あと一番。おー、よかった、ライトニングさん掴んで。前だけ見てろ。オッケー。あー、これ編集であれしたらよかったな。BGM、ちょっと僕の先行に変えたらよかったな。まあ、ええや。今回は、ちょっと。まあ、ええか。よし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 。いや、そうか。あ、超根性か。全然火力出えへんな、思ったら。はい。はいはい。4色はありますね。はいはいはい。はいはい。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。よし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 。オッケー、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 オッケー。
よしよしよし、俺と戦おう、島田さんね。よし、それではどうしようか。これ普通でいいか。4色あるし、いけるね。はい。あ、4色なかった、もしかして。大丈夫かな。あ、4色あるね。よかったよかった。はい、OK。OK。よし、OK。で、4フロア。OK、OK。これリラチンやったっけ？あ、毒性吸収か。やったっけ？違うんか。じゃあもう全部溜まってるんで、一応もう使ったのか、もう。使ったろかって言ってます。OK。はい。よしよしよし。はい。ここで、はい。あ、気が抜けてたっていう、気がまだ消せたけど、OK。いやー、さすが、マキマ様ですわ。もう、これしか知らんけどね。なんてっけ、これ。落ち込んだしね。はい。力の強奪。吸収か。吸収も大丈夫。はい。まずインデックス買って。で、アテナも使っといて。勝負をしましょう。で、この、ここで私ができることは終わりました。バラの花束使っときます。はい。これで多分互換通&吸収無効なんで、で、色もあるということで。はい。OK。なんかもう、繋げちゃおうか。なんかもったいない気もするけど、まあ多分いけるんですよね。11ぐらいだったら全然。よし !OK! で、力の強奪。はい、無効貫通はもう効いてるんで大丈夫と。はい。それでは、とどめを刺しに行きましょうか。で、余分に、さあ、勝負をしましょう。ねえ、はい、ということで、はい、クリア魔法石いただきていきましょう。魔法石11個、ゲットでございます。はい。もう一回パーティーご紹介、編成画面にご紹介しましょう。はい。こんな感じのね、美女パーティーで、はい、全然、共有。ちょっと、ロリの趣味はないですけどね、僕ほんまに。どちらかというと、年上の女性がタイプなんですよ。永遠に。はい。そんな置いといて、はい、僕も、はい。それでは、今回はこんな感じでお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でございました。と。そんなにね、お時間を取らせてないと思うんですけど、はい、いただいてないと思うんですけど、はい、どうだったでしょうか。もしね、毎回、毎月、こんな美女編成、イケメン編成、挑戦してほしいとか、リクエストもございましたら、はい、どうぞ、そういうのをよろしくお願いいたします。そう、概要欄にある TikTok と X のアカウントのフォローもよろしくお願いします。TikTok でもですね、この撮影日時点のちょっと前までバズドラしてたんで、はい。よろしければそちらもフォローいただきしていただくださると嬉しいです。神々、さっきまで喋っとったから。それでは、ほんまに、バイバイ。